知性発達学者加藤陽平とインテグラルトレーナー相田渡がお送りする成人発達コラボラジオ。はい、始まりました、リスナーの皆様、第14回の配信どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、今日もまた、わたるんるんるんと一緒にコラボラジオをお届けしたいと思います。ではわたるんを呼んでみましょう。わたるん、はいはーい何の中継ですか。この冒頭の始まり方何なんですか。ちょっとね、いやなんか真面目ラジオでやってみようかな。真面目ラジオでいきましょうか。そうそう、あのわたるさん、本日、ね、日曜日、今日の収録もどうぞよろしくお願いいたします。うん、こちらこそお願いします。お願いします。では、まあ、いつもね、結構天候の話とかもしたりしますが、あえて、今日はちょっと天候の話をせずですね、まあ、昨日、はい、終えました。ゼミナール。昨日からね、ちょっと日本語の言霊について扱う学問の、まあ、原理学っていうね、学問を扱い始めたかなと思ってて、まあ、ちょっとこう、昨日のクラス、はい、渡るさんも参加してくださっていて、今日の状態となんか昨日の状態ちょっと違うなって思ってまして、ここも何かご自身の認識とかって、まあ、あるのかなってのちょっと気になってた。いきなりいろんな質問ですけど。いや、そうですね。昨日の状態は、なんだかですね、うん、こう、まあ僕の自身、自分自身のこう性格をちょっとこう、帰り見るというか内省するところがありまして、昨日は。あ、そうですか。なんだかこう自分自身って、うん、僕の中では結構何ていうんですかね、何でもふわふわっとやってきて、何でもこう取り組んできたつもりだったんですけど、うん、あれなんか思ったより真面目なのかもしれないなって、こう自分でなんか思っちゃったんですよ。おお、真面目。うん、真面目かなと、うん、でなんかこれ加藤先生に言うのもあれなんですけど、ちょっとサボってみようかなって一瞬思ったんですね。ほう、もうあえてすぎて、うん、うん、そうで、まあそれはちょっと今日のですね、放課後セッションの方でも何か触れてみたいなと思う、ネットフリックスのアニメの話とも通じるところがあるんですけど、うん、この真面目っていうのを一回なんか脱構築してみたら、自分がどうなるんだろうなとか、どんな感情が湧くんだろうとか、うん、思うところがありまして、うん、今までこう加藤ゼミナールというものになんか振り返ってみれば、ずっと毎週ずっと参加してさせていただいてたなと思って、うん、うん、そう、なんかここらで一回サボってみたらどうなるんだろうと思ったんだけれども、うん、あ、そうは言ってもやっぱり参加したいっていう気持ちがあったなっていうことになったんですね。なるほど。そうなった時のなんかこう心の持ちようというか、うん、なんか落ち着き度がすごい高まってですね、なんか同じ参加するっていう現象なんだけど、うん、落ち着けたんですよ。なるほど。これ先生どういうことなんですかね。いや、それすごく面白いですね。確かにこれまでの渡るさんが参加してくださった時って、うん、結構こう前に出てくる前の海ならず前のめりのエネルギーといいますかね、うん、これをこう感じてたんですよね。で、そこから昨日は確かにちょっとこう落ち着きのあるようなというか、もう少しグラウンディングしてるような、うん、エネルギーは確かにあったなと思いましたね。そう、すごい感じるんですね。うん、昨日はそれをやっぱちょっとこう感じましたかね。なんでこう消極的っていう意味では全くなくて、うん、うん、なんか落ち着いての、ゆっくり一言一言発言してみようっていう風な気にもなれて、なんか今までってやっぱりどうしてもなんかこうその場の雰囲気を読んだ発言に終始していた自分がいたんですけど、うん、ちょっと自分が思ったことをゆっくり、うん、まあ別にこうトゲのある言い方とかではなしに、スパッと言ってみたいなっていう、うん、なんか新しい僕の中でも落ち着きとともにちょっとしたチャレンジングな機会でした。いいですね。まあ、何かその落ち着きの部分、これはね、まあ、昨日はちょっとこう、あれ
私の、真面目な発言という名のギャグが渡辺さんにあまり刺さってないなと思ってて、ちょっと寂しかったんですけど、落ち着きがあったってことなんですね。そうか、その弊害はありますね。ご表情の表情筋見てたら、ちょっといつもより表情筋が硬く感じてたんですよね、うん、でもそれはあえての落ち着きのある、ね、顔だったんですね。そうです、そっかそっか、そうだったんですよ。いやでもこれ興味深いですね、うん、もしかしたらまあこれちょっと振り返りのセッションでも話すかもしれないんですけど、まあ、真面目さを脱構築するっていうのはなんか面白いですね。なるほどな。そう、なんか同じ出席するっていうことに対して自分の心の持ちようがこう一回くるっと一周すると、うん、すごい新しい新鮮な気持ちのあり方になれた感じがあって。なるほど。いや僕自身ですね、なんかこうそう、何でも始めは勢いを持って始める、うん、そして継続してることにもう満足しちゃう自分がいたなというふうにも思えて、うん、でこのラジオの機会にもね、先生のこうお時間をいただいて、そしてリスナーの皆さんのお時間もこうやって頂戴している中で、何かもっとこう有意義なものにしたいなっていう気持ちが昨日あって、まあ素晴らしい、うん、うん、でそう、ちょっと振り返りとともにですね、うん、今日また先生にちょっと一ついろいろまあお話ししたいことというか、ちょっと作業を進めてみたんで、うん、とある、何て言うんですかね、まあ自分なりの中でこう知識体系を一回まとめてみて、ちょっと発表するっていう機会も、うん、まあ時間があったら、うん、取っていただけないかなと思うような少し意欲的な状態になってきました。素晴らしい。それはちょっとラジオでも共有していただけるようなテーマですか、うん、その一つ深掘りは。あ、そうです、うん、僕がですね、ソーダラジオというのを、ごめんなさい、ソーダゼミナールというのをやっているんですけど、うん、今僕が高めたい能力っていうのは、まあ、対話促進能力、まあ、いわゆるこうファシリテーターとしての能力、うん、そして加藤先生の著書の中にある成人発達理論による能力の成長、うん、ダイナミックスキル理論の実践的活用法という中にある、うん、まあ、自分が高めたいと思う能力を測定してみましょうという、うん、まあ、コラムというか、その実践ページがあって、でその中でもう自分自身がファシリテーション能力を高めたいと、でその中ではカート・フィッシャー先生が言うところの、13の段階があって、そうですね、でうん、そのレベル12、11、19っていうのを僕なりにこう文章で書いてみたっていうことです。すごいじゃないですか。お、それを発表していただけるってことですか。うん、すごい。あ、もうどこか、はい、タイミングがあればぜひお願いします。本当ですか。いや、なんかそれ、ね、っていうのいいんですかね。いや、なんか鉄はね、もう熱いうちに打てみたいな感じで、多分今リスナーの皆さんも、うん、タン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 って曲が響いてますよ。さあ、渡るさん。なってました今。あれ、あ、知ってるこの曲は。なんですかね、それなんか聞いたことあるな程度です。渡るクエストです。あ、そうだった。渡るクエスト。あ、渡るクエストです、ね。渡るクエストですよ。渡るクエストの能力のレベル上げの話、渡るクエストのアドベンチャーが始まったっていう。そういうことか。リスナーの皆様が、ね。すごいですね。渡るクエストの。うんうん。うん、ちなみにどっかで、これ、琴の演奏でも、波長調で弾けますんで、ちょっと。ワトルンクエスト用にね、はい、どっかで演奏したいと思います。では真面目な話、面白いですね。では、うん、その今渡さんがおっしゃってくださった対話促進能力、まあ、かっこファシリテーション能力というものを、まあ、ハーバード教育大学院のカート・フィッシャーのダイナミックスキル理論の、うん、能力尺度でちょっと9から11まで12まで、12までチャレンジしてみたんですけど、すごい、うん、ちょっと12が難しかったです。いいですね。これなんかリスナーの皆さんも聞いてみて、どうですか、こんな感じでもいいですか、ラジオ。あ、いいですよ、もちろんもちろん。お、うんうんうん。じゃあこれはあれですね。じゃあでは、つまり、うん、まあ、リスナーの皆さんに少し背景を紹介すると、そうですね、うんうん、対話促進能力というものをまず渡さんが言語化をして、まあ、その言語化をするときに、その言葉の複雑性といいますかね、どれだけその対話促進能力というものをより深層的に理解をしているのか、構造的に理解しているのか、まあ、これをカート・フィッシャーのスキル理論では測定することができて、まあ、1から、ね、12まで合計13レベルあって、まあ、成人以降に、よく見受けられるといいますか、
成人以降からかなりこう芽生えてくるような、ね、9から12、まあ、厳密にいけば9とかね、もう中学生とか小学生でも芽生えてきますけれども、9から12のちょっとこう具体例を渡辺さんにね考えてくださったということなんで、ちょっとこれはぜひ聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、僕が高めたいと思う能力、対話促進能力、ファシリテーションを高めたいというレベル9、単一抽象レベルで言いますと、うんうん、ファシリテーション能力とは、参加者個々人がある会、まあ、集まりに対して意欲的な発言を促進する能力のことです。おお、いいっすね。というのが、まあ、9に設定しました。どうでしょう。いいですね。うん。じゃあどんどんいきますかね。うん、いいですね。9、うん、はい。ではレベル10、うん、これは抽象配置レベルと言われるレベルらしいんですが、うん、参加者個々人がある会かっこ集まりに対して、意欲的な発言を促進する能力のことです。ある人の意欲的な発言は参加者にさらなる議論の活性化をもたらします。これは抽象と抽象が結びついた線を表した表現をしたんですが、うん、うん、いや、いいと思いますね。どうなんでしょう。いいと思いますね。うんうん。いや、素晴らしい。いや、9からもう素晴らしいですよ、それは。いいですね、9、10。じゃあ、11のシステムを作っていく感じは。うん、メインを作っていく感じ。はい、じゃあ、抽象システムレベルというんですかね、はい、ファシリテーション能力とは、参加者個々人の発言から推察される構造上の特徴を互いに結びつけることができる上に、うん、各々の価値観、思想体系をまとめ上げ、その構造上の特徴と価値観、思想体系がつながりをもたらすことを分析でき、うん、新たな議題を再定義し、さらなる議論の進化に寄与できます。すごいじゃないですか。あれ？あ、本当ですか。バトルンクエスト、これもういきなりラスボス倒せんじゃないかっていうところまで。ラスボス倒せるかな。これすごいな。ちょっと2倍ぐらいの尺になるけど、行ってみていいですか、レベル12。あ、もちろんです、もちろんです。はい、では単一原理レベル、ファシリテーション能力とは、これも僕が名付けたんですけど、うん、刹那的弁証法かつ教育可能性を発揮するということです。うん、一つの集まり会は、各人固有の価値観、集合意識、文化的背景などを有する者同士によって、うん、互いが現在持っている意味構築をその場に吐き出します。うん、この時点ではそれぞれの発話内容と構造レベルが合致する場合もあるが、そうでない場合も起こりうる。うん、そこでファシリテーターは抽象化を図り、うん、個々人の発言を一段高い視座から汲み取り、合意できかねる部分に対してもその抽象度を上げることによって含む部分を拡大することができるようになる。うん、それらの議論を通して互いの価値観、思想体系を部分的にでも理解し合える状況を即興的に生み出すことになります。さらにはそこで即興的に構築された価値観、思想体系をもとに個々人の持論を形成してもらい、その具体的成果を発表する機会を促すこともできる。うん、これには再現性が伴うため教育可能性を演出することも可能となる。つまり発言することと傾聴すること、そして内省をすることを促し、これまで参加者自身が持っていた自己という過去を瞬時に固着するのか、または脱構築するのかという選択を嫌が応でも迫っており、うん、瞬間瞬間でこれまで自己が有していた信念体系を震わせることになります。最後に発話者の発言内容を構造的に一段高い次元に引き上げ束ねたり、反対に突如として解像度を上げて具体的なシーンを展開することも可能とします。そのような意味で刹那的弁証法かつ教育可能性と言えます。以上です。お、拍手をいただきました。あれ、すごいじゃないですか、渡辺さん。あ、そうですか。嬉しいな。12の具体例で、これはなんか多くの、まあ、リスナーの方だけじゃなくて、どっかこれ話をする機会に紹介したいぐらいですよ、今の9から12。特に秀逸だったのは12のところですね。相当練っていただいて、素晴らしい。刹那的弁証法と教育可能性とおっしゃいましたっけ。そうですね、はい。あ、いいですね。なので瞬間瞬間にっていう意味を
こう刹那的と名付けて、うん、で一段引き上げるっていうところで弁証法、まあ、弁証法という言葉、なるほど、そして今度は逆に下に落とすっていう意味で教育可能性、まあ、再現性が高いという意味。これはちょっと稀に見る優れた例だ、12の素晴らしい、レベル12アップしたかな、うん、いやこれは素晴らしいと思いますね。でこれはあれですよ、渡辺さんちょっと9から12まで、まあ、ご自身でこう作成する中で、うんうん、ちょっとこう何か、うんうん、直面した課題とか難しさとかもねあればあったんであれば、ちょっとリスナーの皆さんにもシェアもした、うんうん、していただきたいんですけど、どうでしょうか。 ありがとうございます。まずレベル9に対しては、まあ僕が書いたのは参加者個々人が、まあ、ある集まりに対して意欲的な発言を促進する能力のことですなので、うん、まあ、どんどん聞く、どんどん聞くっていう、まあ、一つ聞くっていうことに多分フォーカスをした表現を僕自身がしている状態です、うんうん、そしてレベル10になると、まあ、発言を促進するということと、うん、まあ、その発言っていうのは参加者にさらなる議論の活性化をしますってことなので、うん、まあ、これもいわば聞いて終わりなんですけど、レベル11からがやっぱり難しくて、僕が書いたのは参加者個々人の発言から、まあ、推察される、まあ、読み取れる構造上の特徴を互いに結びつけることができるという表現、うんうん、例えば A さんが言ってることと B さんが言ってることって、まあいわばこういったことじゃないのっていう、その引き上げ方、うんうん、抽象度の高め方っていうのが多分こう僕が文字で書く分には可能なんですけど、うん、それを実際にするっていうことを考えると、うん、まあちょっと困難が伴うなと、うん、いうところが、まあ一つの、まあ、疑問点課題点ですかね。いいですね。なるほど。あ、そこはまた大事なことをおっしゃってくださってて、今渡さんがご自身でこう考えてくださった9から12は、うん、やっぱりいずれもこれ秀逸で、じゃあここからの課題は自分がこう書いた事柄をどれだけ右上証言で実践できるかっていうポイントだと思うんですよね。つまり、ああ、そうですね、この9から12の定義は、うんうん、今渡さんの頭のメンタルスペースの中で作られたものなんで、左上の産物だと思うんですよね、うん、じゃあこの左上の産物を実際に右上にアプリケーションとして適用していくっていうことがここからの課題で、うんうん、まあ、これがそうです、30番だったかな、水平的溝の話ですね。ピアジェのホリゾンタルデキャレッジってのはまさにそういうことでもあるんですよね、うんうんうん、左上証言でスキルレベルの定義を自分なりに作れた、これがまあ第一歩として素晴らしく、じゃあ例えばレベル12のようなことがね、うん、毎回毎回できるかっていうとやっぱりそうじゃないだろうし、でその頻度をこう上げていったり精度を高めていくっていうところ、これがまさに右上で実際にクライアントの方とか相談ゼミの皆さんとのやり取りの中で実現できているかっていう、またここもリアリティチェックをしていけば、うん、渡さんが作ってくださった定義に自分の能力がどんどん上がっていく感じですかね、合致していくんじゃないかと思いますよ。なるほどな。これでもそうだな、多分僕結構自由で止まってるんですよね。そしてわーっと会話盛り上がって、あ、楽しかったねっていう風になってしまってるので、うんうん、じゃあそれを終わった後にその参加者たちが、あれ、これってなんかファシリテーターの相談が言ってたことってこういう時にも応用できるんじゃないのかなっていう気づきまで、やっぱり今はレベル11での引き上げを多分課題とした方がいいのかなと思うところなんですが、確かにそうでしょうね。今のどうです。そうですね、まあ、12までいったらまさにファシリテーターの神って呼ばれるレベルだと思いますよ、本当に冗談で。なので実際には11ぐらいの力を常時安定的に発揮できるようにしていくっていうのがまさに多分渡さんにとっての最初の学習ステップかなと思ってて、でこれがまさにあれなんですよね、この間また紹介した言葉でダウンワードアシミュレーションという言葉、下方どうかっていう言葉を紹介したと思うんですけども、うんうんうん、ご自身が作り上げた、はい、見出した構築したレベル11の定義から下に降りていく形で、まあ、そっちに同化する形で日々のファシリテーションしていく、これすごく大事なポイントかと思いますね。はい、うん、じゃあここシステム、そのレベル11、
もう一度ちょっとこのレベル1の定義を教えていただけますか、言葉のところ。はい。ファシリテーション能力とは、参加者個々人の発言から推察される構造上の特徴を互いに結びつけることができる上に、各々の価値観、思想体系をまとめ上げ、その構造上の特徴と価値観や思想体系がつながりをもたらすことを分析でき、うん、新たな議題を再定義し、さらなる議論の進化に寄与できます。うん、深いっていう方の進化ですね。うん、なるほど。ということは今の、じゃあちょっともう一個質問すると、今、はい、これはシステム段階なんで、システムを構成する、まあ、つまり立体を構成する要素っていうのがいくつかあったと思っておりまして、私はいくつかそのまた個別具体的に能力領域を見出せたんですけど、あの今の11の定義の中で、実際に渡さんがファシリテーションする中でどの箇所が難しいとかってあります？この構造上を、例えばこの人が言ってることって結局は、なんだろうな、実際の行動に目がいってしまってるけど、クライアントの心理のお話だよなっていう風なのが、まあ、見抜けたとするじゃないですか、見抜けたとしてもそれを他の話とつなげることの難しさはあるかもしれません、なるほどね、あの構造上の A っていう部分と、また別の構造上の A' っていう部分が結びつきにくいというか、確かに、これはまさに今の、果たして本当にその、どうぞどうぞ、はい、それでいくと、果たして本当にこう、クロスオーバー、ごめんなさい、もう、先生どうぞ、お願いします。いや、それでいくと、私も注目したところは、はい、やっぱ構造って言葉が2回ぐらい出てきていて、それは目の前の方の話の構造と価値観思想体系っていうところの構造、体系って構造じゃないですか、ストラクチャー。なので、多分きっとこれは、話しているコンテンツのストラクチャーを理解するっていうことプラスアルファ、そのコンテンツが生まれている思想体系、はい、価値観というののストラクチャーのストラクチャー、つまりメタストラクチャーを理解しないといけないっていう、ちょっとまた課題感の違う、課題レベルの違うものがあるように見受けられましたね。なるほど。どっちも難しいのは、私も渡さんのゼミナールのアーカイブ動画を拝見させていただいてるんで、実際に私もファシリテーションしてて難しいですよ、それは。渡さん の, リスポンスとして、クラスの中でどんなことが起こってるっていうと、わ、まるまるさん、いいこと言いますねってなるじゃないですか。それって分かるんですよ、気持ち、それコンテンツに完全に引っ張られていて、コンテンツの内容ですね、そうですね、だからコンテンツのストラクチャーを見るところまで行っておらず、じゃあその思想体系価値観のストラクチャー、ここまで見えてるかというと、やっぱ見れなくなっちゃうんですよ。だからそれ本当に難しいこと今おっしゃってると思いますよ。わかります、そのコンテンツ、いいこと言った、その内容に共感するってことも大事なんだけど、同時にやっぱそこでは少しこう、今日ね、そういえば落ち着きのあるっておっしゃってましたね。つまりその落ち着いてちょっとメタリフレクションしてる自分を絶えず常時頭の上あたりに存在させておくっていうことがやっぱこう大事で、共感するのはもちろん大事なんですよ、わかります。渡辺さんやったら笑顔でいいリアクションしてんなと、まあでも同時に私が見てて思うのは、あれだけ満面の意味で、ね、今日分かる分かるってうなずいてる、それはでもコンテンツにうなずいてるんで、コンテンツのストラクチャーおよびコンテンツを生み出しているストラクチャーのストラクチャーを見るところはやっぱ結構難しいんですよね。その気持ちはよく分かる。いや、これ本当に先生がこう翻訳された心の隠された測定領域という文献の中に、よく構造と、メタコーチングのなんか本などにもよく構造って単語が出てくるんですけど、この構造を理解できたというか、なんか手応えをつかんだ感っていうのが未だあまりないんですよね。構造って何ですか？いや、これはすごくいいこと言いますね。これは身につけ方はまずあるんですよ。そっちで先に言うと、それはやっぱその成人発達論の何でもいいんですよ。はい、オットー・ラスキー博士の今の書籍の名前、ラスキー博士が執筆したもので、例えばラスキー博士の発達測定技法を学ぶとか、キーガンの測定技法を学ぶとか、スザンヌ・クックレーターの測定技法を学ぶっていうことをやっぱりしないと、ストラクチャーをつかむっていう力って結構高めづらいと思うんですね。そうなんだ。じゃあもうちょっと言うと、ストラクチャーって何かっていうと、私たちがこう発話するじゃないですか、何でもいいけど、
じゃあその発話を生み出している F かっこ X という関数が必ずあるんですよ。その関数をつかむことが構造をつかむってことです。つまり何かしらのコンテンツを生み出しているルールをつかむってことですね。でコンテンツに注目してしまうっていうのは、まあ、FX イコール1とか FX イコール2とかなった時のそのアウトプットのとこだけ見ちゃうんですよ。そうですね、うんうんうん、で一番見ないといけないのは FX イコール AX プラス B だったらその AX プラス B っていう骨組みを見ないといけないんですね、うん、でこれを掴むためには何かしらの発達測定技法に習熟してもらうっていうことがまあ最初のステップかなと思いますね。そうか、うん、いやこれ回を重ねてもここが上手になるっていう感覚のいや手応えがやっぱ全くないままなんですよね。なんか場の雰囲気が良くなったってことに、うん、なんか和やかになったっていうことで、うん、なんか止まってるような気がして、うんうんうん、そうかそういった発達測定技法をもう体系的に学んじゃった方が効果的なんですかね。そうですね、私はその道を取りましたかね、まあただあの、うん、その測定の専門家に、なる必要っていうのは私はないかもしれないと思ってて、今の例えば渡さんのゼミナールで行われているその場の雰囲気が良くなるっていうのもこれ一つ の、あの、うん、ミクロの変容が起こってるからだと思うんですよ。つまりなんか、うんうんうん、場の雰囲気が良くなるっていうのは水平方向だけじゃなくてきっとそこに洞察とかアハモーメントっていうのがあるはずなんで、それが喜びとか雰囲気を良くしているんであればそこには必ず垂直的な変化が起きてるはずなんですよね、うん、はい。なのでその結果を その結果はもうあの実は渡さんご自身かつゼミナールの皆さんの成長を促している証だと私は思うんですよね。なのでそこはあまり卑下する必要はないんじゃないかと思います。 あ、わかりました。で同時に、まあ、ミクロレベルでは、まあ、そうですね、うんうん、自分のご自身のアーカイブ動画をこう見ながら今述べたような11の定義に合致するような、なるほど、質問とかですね、うん、リフレーミングの仕方とかをちょっとこう考えていくっていう、ある種将棋とか囲碁の選手たちがやる感想戦をしっかりやるっていうことが大事かなと思います、うんうん、はい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 、うん、なるほど。そうですね、あ、うん、リフレーミングっていうのは一つ、そうか、これも大切な要素ですね。相手が言ったことをまた別の言葉に置き換えるっていうのは、そうです、そうです。こう、そう、パラフレーズのスキルというか、うん、そうですね、まずリフレーミングするためには、コンテンツをちゃんと理解しておかないといけないし、他の言葉に置き換えれる、その能力も必要となるんで、あの、うんうんうん、構造上、ちょっとそれも上に上がってると思うんですよね。めちゃくちゃ微細ですけど。相手が言ったことを別の言葉でっていう、その別の言葉が、あの、その、例えば、興ざめするリフレーミングっていうのはあんまりないですけど、例えば、渡さんが何か言ってくれるじゃないですか、発言。それを、私が一つ下のレベルでリフレーミングしたら、ポカーンとしちゃうと思うんですよ。言ってることは。いや、なんとなくイメージわかるかもな。うんうん、なので、実は、リフレーミングをしているときって、一個ちょっと上なんですよ。一個ってよりも 0.1 ぐらい上で必ず言い換えてると思うんですよね。うんうん、だから、多くの方たちは、はいはい、あ、ちゃんと理解してくれた、聞いてくれたっていう感覚もあるのと同時に、0.1 上の視座で言ってくれてるから、笑顔になったり、うん、なるほどとか、思ったりすると思うんですね。これがマイナス 0.1 とかになると、興ざめリフレーミングですよ。で、私は基本的に興ざめするリフレーミングあんま見たことないですね。だいたいリフレーミングせずうなずきだけで終わってしまうとか、次のトピックに移ってしまうっていうファシリテーションの仕方しか多分ないと思いますね。そうか、もうなんかその発言者ファシリテーターの人もこれ言っちゃったらなんか違うなってのを感じてるから、そうそう、もうその発言は言わないっていう選択を自然にしてるんですね。だと思います。そうだと思います。だってマイナス 0.1 とかマイナス 0.5 とかマイナス1でリフレーミングされたらもう信用ガタ落ちですよ。もうなるほど。だからあのファシリテーターの方もそうだし、コーチセラピストとかも自然とやってないんですよね、そんなリフレーミングは。そうか、うんうん、ただしと、ただしここもリフレーミングというか、うん、あのあえてマイナス 0.5 ぐらいのレベルで質問を仕返すっていうのはあるんですよね。つまりその人がなんか工事の発達なんかを装っていたり、あるいは土台となっている発達段階にぐらつきとか基礎工事が終わってない場合には、あえて下の次元で質問をし直して基礎構造を固めていく。すげえ。
やりますよね。なるほど、はい、あれ嬉しい、今のそのそれはコンテンツに対する喜びだけじゃなくて、なんかちょっと今、うんうん、いやこれあのなんかこう本当リスナーの人がこうどこまでこう話をこういうのをこう共有できる話題なのかちょっと分かんないんですけど、うん、あの昨日ゼミナールのこう参加者の方が、うんうん、今扱っている原例学っていうものを、はい、サイエンスとしてはこうあまり見ていないという発言があったのに対して、うんうん、加藤先生が、あ、もう私の中では4象限全てにおいてサイエンスなんですよっていうのは、うん、これある種のリフレーミングなんですかね。渡辺さんに言われて私もハッとしましたね。そうだと思います。あのやっぱりその目の前の方の認識よりもちょっと、うん、幅が広かったり深かったりする認識を自分が持っていると分かったら、うんうん、やっぱそれをあえて意図的にそういう発言をするようにしてますかね。ただもちろんそれがおせっかいになりすぎないようにとか、うん、自分の考え方を押し付けないようにする範囲で目の前の方やクライアントが持っている意味世界を広げることはやっぱりやってて、昨日のあの発言は実は昨日の夜ももう一回自分振り返ってたんですよ。おお、そう。でもあれはやっぱりその、うん、ある種発達教育効果を狙ったリフレーミングをしようとしている自分がいたなと思いますよ。ああ、いや、あのあれなんかハッとしました。うん、そうです。なんかあれってこうもしかするといやそうじゃないと思いますよっていう発言ってもうすごい安易にできちゃうじゃないですか。確かにそうですね、うんうん、でもあの言葉を選ばずに、うん、そう、僕が何ですかね、最後のこうレベル12で言った含んで、うん、あ、そうそうそう、どこで言ったかな、ちょっと待ってください。うん、個々人の発言を一段高い視座から汲み取り合意できかねる部分に対してもその抽象度を上げることによって含む部分を拡大することができるっていうのは加藤先生のあの言葉からちょっと推察したんですよ、僕なりに。なるほど、すごいですね。いやでもその通りだと思いますね。昨日のお話では、うん、原例学っていうものを、ね、私はサイエンスとしても当然扱えるっていう立場を取ってましたけど、そのご発言をしてくださった方は、うん、サイエンスっていうものは、まあ、個人の内あの外側の右上証言っていうふうに捉えていらっしゃって、うんうんうん、確かにそれもサイエンスの主戦場ではあるんですよ。でもそうなってきたら、はい、例えば右下の天気、宇宙物理学ってじゃあその方にとってはサイエンスじゃないってことになっちゃうんですよっていう実は具体例もあったんですよね。右下だ、右下の天候とかってバリバリ気象学って理科系のサイエンスじゃないですか。でもその発言をしてくださった方は右上証言のみがサイエンスっておっしゃってたんで、右上証言は確かにサイエンスの主戦場なんだけど、それだったら右下の気象学とか宇宙物理学とかこれはサイエンスじゃないんですかって話になっちゃうんですよね。でもそれをあえてそういう口調では言わず、4証言がサイエンスですというふうに説明するんです。そうそうそう、その方の発言も確かに正しいから、右上も確かにサイエンスだから、でもサイエンスはそれだけじゃないから、うん、いやこれやっぱレベル12を知らないとレベル11の発言をされても含めないっていうか、うん、汲み取れないですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。でそして自分の立場を守ろうとして相手を否定してなんか場が悪くなるみたいなことになんかなりかねないというか、素晴らしい。だからその通りですね。だから対話促進能力っていうものを高めるときには、まあ、少なくとも自分のその専門領域でしっかりとした知識があるっていうことと、うん、その知識をやっぱり高次元でまとめ上げていくような思考能力ですよね。やっぱ10人ぐらいのものを、うん、まあ、11の後半でもいいんですけど獲得しておくっていうことと同時に、やっぱ自分のその心の器、キーガン的な器のところもやっぱり必要で、自分のエゴとかにとらわれず、うん、対話を促進していくですね、何かけできるかっていうね、なんかすごい大事な能力だと思いますよ、これ。いやこれはね、うん、いやなんか今僕もそのキーガンでいう器を広げたいからファシリテーション能力に興味を持ってるのかなって今なんとなく思いました。あ、いいですね。なんでファシリテーションに取り憑かれてるのかが不思議なんですよね。もちろん参加者にいい時間を過ごしてもらいたいってのはあるんだけれど、うん、これまで全くか、うん、こうこの単語さえも馴染みがなかったものなので、うん、なるほど。そのなんか熱量は感じますね。取り憑かれてるところからの熱量。だってわざわざ9から12のね、うん、ご自身で定義をちゃんと考えるあたりでも
渡さんにとってこれは大事な能力なんだろうなっていうことを今強くこう感じていてですね。でこれは対人支援者だけじゃなくて、本当は両親とかですね、学校の先生とか、うん、政治家もろもろ、まあ、誰しもがな、ね、あ、ダルシムじゃないよ、誰しもがね、あのダルシムじゃないですよ、誰しも、今もうあのギャグへの免疫が全然なかったから響いちゃいましたね。免疫マップ、免疫マップ、あれキーガンの話してました、免疫はキーガンだけに、うん、ね、イミュニティーチェンジの免疫マップ作成、いや誰しも、誰しも、誰しも大事な能力だって私は思うんで、これはリスナーの皆さんにきっとこれは響いてると思いますよ。ちょっと話が難しいところがあったとしても、うん、うん、うん、そうですよね。単なるね、会話とか愚痴の言い合いじゃなくて、お互いが成長、お互いを成長させていく意味での、ね、相互発達的対話っていうのは、私は本当にできれば国民全員がね、全世界の人がって言ってもいいかもしれないですけど、獲得してほしい能力ですよね、これ。本当そうですよね。うん、なんかこれできたら、なんかこう、それこそ加藤先生が以前おっしゃってた、こう平和にあのやっぱ進むと思います。一人こういう人がいてくれると、うんうん、全部包んでくれて、ほわっとそれぞれのこうまた届けてくれるような、うん、緩衝材というか。そうですね。いや、うん、本当にそうで、これ結構真面目な話、あのコンフリクトレゾリューションの領域でも大事な能力なんですよね。うん、対話の解消の、はいはい、例えばだから国際政治上とか外交上においても。結構この対話促進能力、これもちろん傾聴能力っていうのがまた細かなミクロの能力で求められるし、同時に自分の考えを伝えたり、相手の考えをまたリフレーミングするような、いろんなさまざまな筋肉が求められるんですよね。うーん、まあ今あえて筋肉を出したら渡さん喜ぶかなと思ってて、細かな筋肉建設、あ、あ、金、金設ね、金の設、金設、金設、そうですね。そうそうそう。いやー、これでも本当自分の、うん、筋肉というかもうシナプスがやっぱ引き伸ばされますね。こういうことぐーっと頭を悩ますと、いいですね、でそれがやっぱ心地が良かったんで、うんうん、あ、もっと学んでみたいなっていうふうにも思いましたね。いいですね。まあ、やっぱそれはその思考のストレッチをすると、小太郎さんがね、ストレッチはその筋接を、うん、鎖を増やすっておっしゃってましたよね、うんうんうん、チェーンをこう増やしていくっていう感じなんですよね。これまではこうなんか漠然とした能力として捉えていたものを、いろいろこうやって今私と会話をしながら、うん、対話をしながら、いろんなまたアイデアが、ちっちゃいアイデアが出てきてると思うんですよ。これこそ鎖の数が増えてることだと思うんで、はい、うん、いや、いい傾向じゃないですか。いやー、ありがとうございます。これは本当、また引き続き伸ばしていきたいですね。まあ一つ僕がアクションとして行うのは、アーカイブを見てリフレーミングをする、うん、そしてコンテンツの理解をしようとする姿勢を絶えず持つってことですかね。うんうん、そうですね。まあ、コンテンツは多分渡辺さん理解してんじゃないかと思うんで、コンテンツを生み出してるストラクターまで行けるかな。ストラクターか。うん、ストラクターです、うん。なので、あれですね、ちょっともうちょっとタスクを細かくしましょうか。ちょうど来週水曜日また渡辺さんのゼミナールがあるということなんで、アクションプランとして、はい、まあ、一番大事なのは結構具体的な場面とかかな。60分75分のゼミナールの中で、うん、まあこれは名前を出さなくてもいいんですけど、誰が一番、この誰の発言が一番ストラクチャーが捉えやすそうかっていうのをちょっと想像してもらいながら、その方が何の話題について話したかで、ほうほうほう、ストラクチャーを捉えに行くっていう、あの60分75分ずっとストラクチャーを捉えに行くっていうのは、発達測定インタビュアーでもない限り、うん、なかなかできないと思うんですよ。ははー。死ぬほど疲れますよ。はいはい、私も発達測定の資格取得。あ、これちなみにあの自己紹介ネタ、まだ生物の後の話もちょっと触れると、発達測定インタビューって、ここで、うん、もうこれはね、厳しいんですよ。何が厳しいかって、レクティカの話ですかね。レクティカの前に、うんうん、オットー・ラスキー博士の、私が最初に入ったのはキーガンの死体虐待インタビューというものを、はい、オットー・ラスキー博士という方がより洗練させたんですね、うんうん、はいはい、ラスキー博士のそのインタビュー手法、まあ、元々はキーガンの死体虐待インタビューと、これがですね、うん、あの、まあ、ちょっと想像してもらうと、この手法はインタビューベースなんですよ。はい、スザンヌ・クック・グロイターは文章完成型、レクティカは自由記述型っていう3タイプ測定手法があって、ラスキー、はい、キーガンはインタビューモデルなんですね。
はい、でこの時にインタビューをする時にもセミストラクチャードインタビューってよく言われるインタビュー手法なんですよ、社会科学の。それどういうことかっていうと、何にもインタビュー項目がありませんと、はい、この成人発達コラボラジオのように、じゃあ今から3人っていうのを Q 出します、始めます、何話しますっていう、何もアジェンダなしの、これが完全なオープンインタビュー形式ですね。一方でストラクチャーインタビューっていうのは、インタビュアーがガチガチでこれはこの順番で聞くっていうのをガチで最初から準備してるのがストラクチャードインタビュー、うんうん、でセミストラクチャードインタビューっていうのは何かっていうと、はい、5個か10個ぐらい聞きたい項目があって、あとはその流れで話をしていく、聞いていくっていうのがセミストラクチャーインタビューって呼ばれるもので、うんうん、キーガン・ラスキーのモデルはこれなんですよ、はい、セミストラクチャード、つまり、ラスキー・キーガンも10項目ですね。例えばこの半年間、うん、ご自身が何か成功したと思われる体験について今から教えていただけますでしょうかっていうプロンプトですね、話のきっかけになるような項目が10個あって、はい、でそこからクライアントやインタビューイーが発言をしたら、インタビュアーがやらないといけないのは、うん、まずミニマムで大事なのは、話した内容、コンテンツをちゃんと理解できるかってところですね。これ失敗するともうストラクチャーもクソもないんですよ。そうか、まずそこか、ファーストステップ、まずそこで、うんうん、でも相手の職業も分かんないし、はい、バックグラウンドの学問領域も何か分かんなかった場合には、うん、やっぱ幅広い教養が本当に必要で、コンテンツでついていけないと結構苦しいんですよね。で私の場合これを英語でやってたから二重にも苦しいんですよ。本当に、その場でどん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 やるっていくものですか、後でじゃあ持ち帰って解析しますとかじゃなくて、解析作業そのものは持ち帰りなんですよ、うん、録音するんですけど、はいはい、でも、うんうん、インタビュアーが大事なのは、例えば成功した体験について語ってもらった、その初手を見た瞬間に発達範囲っていうのを設定しないといけないんですよ。つまりクライアントが15秒20秒で語った瞬間に、あ、この方の発達段階は3括弧4から4スラッシュ3だなっていうぐらいの発達範囲をパッと立てれるような仮説能力がないとダメなんですね、まず。すげえ。でこれをやった後に、じゃあそれは仮説なんで次にこっちからの投げかけとしては、うん、下限値が3括弧4、3.2 ぐらいのイメージ、はい、3.2 だったら、うんうん、本当にその人が 3.2 かを確証する質問をその場で瞬時に投げかけないといけないですね。はいはいはい。そしてそこに合格だったらまた次の段階に、その通り、その通り、で徐々に検証していくと。なので、うんうん、コンテンツを理解し、あのこれ聞いた話渡辺さんが例えばしてくれるとするじゃないですか、うんうん、でインタビューの時に質問をうーんって5秒10秒15秒1分考えるはってありえないじゃないですか。でしょ。なので0.1秒以内に産まないとダメなんですよ、質問を。まさにスピードチェスみたいな感じでパッてきたパンって打たないといけないんで、半端ない思考能力が求められるんですね、はい、大阪呼吸、うんうんうん、大阪呼吸、うん、でそういう形でコンテンツを理解してストラクチャーを確証しに行くっていうことを60分間ぐらいやるんですよね。これね、最初はめっちゃ脳が疲弊してました。もう脳がヘトヘト。すごい負荷量。いやもう半端ないですよこれ。でもまあ今はそのおかげで自分のなんか話を聞いたりとか話を構築する力っていうのは間違いなく発達測定インタビューのトレーニングを何年間もやってきたからだし、実際にコーチングの場で使ったり企業さんと一緒に共同研究とかした成果が、まあ、確かに自分の財産になってるなとは思います。うわそうか、まあ、ある意味これ結構特殊能力ですよね。いやそうですよね、うん、でもこういう何ですかね、そのコーチングのいわゆるこう、なんか、まあ、極端な言い方、こう典型的な質問というか、うん、そういったもののこう下支えする土台がやっぱあるかないかで、なんか上っ面の質問になってしまうのか、それとも何ですかね、こうまとえたし、本当地に足がついた質問なのかの、なんか質的な差にもつながりそうなイメージがありました。おっしゃる通りですね。それが偶然昨日ね、うん、ちょっとゼミナールで参加してくださった方が行ってる ICF のコーチングをラスキー博士がなぜ建設的な批判を加えたかってやっぱそこですよ、確信は。あ、そうなんですか。質問のテンプレート、質問項目を投げかけててもやっぱり意味がなくて、自分自身がクライアントのマインドの発達段階を捉え、その方の成長を本当の意味で促進するんだったらば、その方がコンテンツとして生み出しているよりも一つ上、まあ、0.2、0.4 上ぐらいの言葉、うん、次元で問いを生み出せないとダメなんですよね。
はあ。くぅ。くぅじゃなくて、カーッときましたね。家業シリーズです。いや。そうか。そうなんですよ。これでも、あらゆる職業の人に本当は大事ですね。本当はね、これもお伝えしてもらったと思います。大事なんですよ、おさてさんの言う通り。その場が日本にはあるんですか？その場というのは、こういう、ここを鍛える場？いや、この能力を。うん、いやー、もう発達測定を、ね、やっぱ学んでもらわないといけないから、日本にはないです。そうか。うん。私も昔はこれ提供してたんですよ。7年ぐらい前かな。はい。2016年ぐらいの時には、主体客体インタビューの講座を設けてて、結構長く提供してたんですよね、それは。でもまあちょっと自分自身はもうそこにコミットするのはやめてしまってるので、そうですね、日本だったら多分学べる場所はないですね、今。そっか。でも英語だったら、なんとなくたくさんありますから、スザンヌ・クックルートはまだまだいろんな、オーストラリアとか彼女の生まれ故郷のスイス、オーストラリアでは結構測定のワークショップ開催してるんで、英語さえできちゃえば全然。無限に可能性はあります、学べる場の。英語だな、そういうことか。そういうことですそういうことです、そういうことです。これね、英語でやってもらったらまたね、効果が違うんだよね、トレーニングの鍛え方が。そうですか、うん、いやこれすごい世界だな。いやもう私 もう本当に覚えてます。パンクするからな、脳が最初の時はうん、いや本当にこれ会話のチェスをしないといけないし、そうスピードチェスなんですよ、うん、ほぼあは、うん、でもそれを受けた後ももう一個別のものを学びに行かれたんですか、ね、そうですね、これはやっぱりキーガン・ラスキーモデルだけじゃなくて、うんうん、注目してたのはレクティカっていうね、マサチューセッツの研究機関。やっぱインタビューって、はい、インタビューには臨床的な効果もあっていいなとは思ってたんですよ。つまり発達測定インタビューってクライアントの発達なんか測定するだけじゃなくて、60本終わった後に感想を聞くと必ずアハモーメントなんですよ。必ずそこに運用効果があるっていうことで、あ、なるほど、この60分って単なる研究インタビューじゃなくて、その目の前の人のコーチングセッションになってるんだなっていう気づきがあって、そこの満足感もあったんです。面白いよ。でも、はいはい、時間がかかるんですよ。60分だけじゃなくて、それを録音して自分で一言一句文字起こしをして分析しないといけないんで、うん、訂正インタビューは分析に、はい、研究に時間かかっちゃうんですね。でそこで何かないかなって思ってた時にレクティカっていうね、セオドーソンというまた別の発達心理学者、うんうん、まあ、発達心理学者というのは彼女自身は認知心理学者って言ってますけど、はい、彼女の、うん、レクティカっていうマサチューセッツ州にある研究機関ですね、こちらが提供しているものは自由記述型で、人のインタビュアーとかを返さないんで、うん、大量にデータ集めれるし、これ研究しやすいなと思ったんで、そこで研究インターンをしたっていうのが流れとしてありますかね。あ、なるほど。じゃあ質的インタビューから量的インタビューに、まあ、そこまで量的とは言えないけれども、若干そういった移り変わりがあったんですね。これインタビューじゃないんですよ。そう、あ、記述？そうです、そうです。3タイプあって、インタビューはラスキー・キーガンで、スザンヌ・クックロイドは文章完成テストと呼ばれるもので、これもインタビューじゃないんですよ、うんうん、例えば何項目あったかな、うん、40項目ぐらいかな、40もないんです、はい、すいません、25項目ぐらいの項目に対して文章を書かせるんですよ、スザンヌ・クックロイド。例えば、うんうん、父親としての役割はに後に続く文章を自分で書いてっていうのを25問回答して、はい、発達なんかが測定すると、うんうん、これはスザンヌ・クックロイダーというキーガンのお弟子さんのエゴディベロップメントセオリーに基づく発達測定ですね。で、はい、レクティカのものはもっと実用的で自由記述形式なんですけど、だけれどもこれはケーススタディが与えられていて、うん、とりわけその企業人とかリーダーが直面しそうな経営課題ですね、はい、まあ、リーダーシップ発揮の場面を想定したケースに対して5問ほど自由記述をさせるんですよ、うんうん、でその5問に対して、うん、アセスしていくと。今はもうそこも結構オートメーション化されてるらしいんで、うん、私の時には人間が分析してましたけど、それでもだいぶ楽でしたね、うん、そう分析が、うん、まあ、でもどっちも定性的
定性定量ってこう2つ二軸あるとしたら、まあ、どっちも定性なんですかこれは。あ、これね、それまさにグッドクエスチョンで、あの定性定量の結構定義が難しくて、うん、最終的にはインタビューのものも結果は数字で出るんですね。例えばラスキー博士のモデルも発達範囲っていうものとか発達意識の重要、ああそっかそっか、はいはい、例えば4カッコ3っていうのも4カッコ3で何ぞやっていうと、うん、それは3の要素がこう見受けられるだけれども、カッコっていうのは微量に見受けられるっていうところなんで4の一歩手前なんですよ、はい、つまり 3.8 の段階なんですね、うんうん、なので数値に置き換えることができるんで、はい、インタビューは定性的なんだけど、うん、結果自体は定量で出るんですね。で、津波クックロイタのものも同じだし、なので定量の要素もインタビューにも入ってるんですよ、はい、結果としては。しかし定量っていう切り口でいけば、多分私の考え方でいけば、やっぱレクティカのものが一番定量の要素は強いかなというふうに思いますね。はは、うん、結果部分が確かにより数字の、うん、出方もそうだし、メカニズムとかも、まあ、まあ、あんまり言い方難しいけど、サイエンティフィックなのはレクティカかな、うんうん、で、スズナクックエタのものも統計に基づいてるからかなりサイエンティフィックなんですけど、うん、はい、定量度合い、サイエンティフィック度合いはレクティカのものが一番、次にクックグロイター、で次にラスキー、キーガンかな。ははは、は、うん、いや先生、ちょっとまた今思いついた質問してもいいですか。あ、もちろんです、もちろんです。今こう先生がおっしゃったどっちかといえば、まあ、サイエンティフィックなのはこうかなっていうふうに、今一つこう、あ、もう一回ですね、これカート・フィッシャーのまたレベルの話に今、ぐっとちょっと戻りたいなと思ったんですけど、うんうん、今先生がこれはサイエンティフィックですっていうふうにこう引き上げたのっていうのは、うん、これは、こう、リフレーミングになるんですかね。これ構造を捉え、ああ、そうですね。質問が分かる。今は、そうですね。確かにそうですね。渡辺さんの中で定量って言ったものと自分の定量って言ったものがもしかしたら少し意味の範囲が違うかなって思ってたんで、自分が思ってる定量っていうのはよりそのサイエンティフィックな要素が強いかなって思ったんで、ちょっと自分なりの定量の定義を明確にしたっていうところかな、うん、渡辺さんの定量の意味を確認したかったっていう意図と、うんうん、自分は定量っていうものはよりそのサイエンティフィック度合いや、はい、まあ、数値が入ってくる要素が強いっていうことを定量というふうに名付けてた、その確認のために述べたっていうのがありますかね、うんうんうん、ありがとうございます。いやあ、今日は脳のシナプスが全開やな。ビンビンビン、シロシビンですか。あれ、ちょっとリズムをつけ始めた。いや、この間、そういえばビーズじゃない、ケーズの歌歌ってたなと思って、ビンビンビン、シロシビン、ビンビンビン、シロシビンって歌あったなと思って。なんかの歌でありましたよね、ケーズの。あ、なんかの歌でありましたね。ですけどね。うん。いや、ビンビンビン、シロシビンですよ。まあ、ちなみにシロシビン摂取しないんですけどね。うん、あ、そうですね。そうそうそう、まだね。うん、いや、でもいつかこれ確認したいですよ。渡るさんにもそうだし、リスナーの皆さんにも、うんうん、2ヶ月後か3ヶ月後ぐらいに、マイクロドーシングシロシビンのものに切り替えますんで、うん、はいはいはい。そこ、パブリックな場で、こういうこと宣言しますけど、日本だったらレギュレーション1に入っている違法なものですよね。でもこっちは全然違法ではなく、でもそのマイクロドーシングやってみて、うんうん、これ結構違いがあるんですよ。今私が摂取しているのは山伏だけで、シロシビンっていう、はい、サイコアクティブな効果がないものなんですね。で、うんうんうん、私のその散髪屋さんの友人、親友にメルビンという方がいて、彼はすでにそのシロシビンのマイクロドーシングと山伏だけのマイクロドーシングしてて、掛け合わせてるんだ。はい、今私がやってるマイクロドーシングの山伏岳は集中力が上がるんですね。これね、本当に効果実感するんですよ。はいはい、うん、そう、ぐーっと深く集中力が持続するっていう。一方、シロシビンのものは、ダイバージェント・ティンキング、つまり拡散思考になるんですね。流拡散思考になるんですよ。なので、まあ、私ね、あんまり話ね、拡散しないじゃないですか。これね、白シビンだったらどうなんだろうなと思ってて、ね、うん、めっちゃ楽しみで、渡辺さんどこまでついてきてくれるのかなっていう。もう、そうですね。A から B には行きませんよ。A から Z に行きますからね。
多分すごいことになりそうですね。それとこれじゃあ、でも先生あまりこう公言いつからっていうのは言わずに、先生もしかして取りましたってこっちが当てる方が面白いんじゃないですか。そうしましょう。その発達測定、発達測定書かないけど、うんうん、アセスメントお願いします。違う発達測定なの。いいですね。これちょっとリスナーの皆様に感じてほしいですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。そうですね。じゃあ、ちょっと気づけばあと5分間ぐらいですから。なんと。今日すごいですね。一つのその、渡るさんからの投げかけの対話促進能力でもう1時間ぐらい話せたっていうのは。いやー、本当だな。広がりのある、深みのあるテーマでしたね、これね。これは深すぎますね、きっと。まあ、どのくらい深いかもまだこう、わかんない状態ですね。崖から石を投げたけど、跳ね返りの音が聞こえないぐらいの状態ですよね、これは。なるほど。どんだけ深いんだ、みたいな。それでいくと、渡るさんが今日、まあ、さっき質問忘れましたけど、してなかったところ、実際にその水曜日に、またゼミナールがあるときに、具体的にどんなアクションプランをするかですよね。さっき おっしゃってたのは、感想戦をしますっていう宣言だったと思ってて、じゃあ、リアルタイムの場で何をできるか、するかですね。確かにな。これ何が当てはまるんだろうな。難しいな。ちょっとミニスキャフォールディングをいただけないでしょうか。いや本当はね、渡るさんが目の前にいてくれたらね、もう大きなスキャフォールディングで、ビンビンビン、白しびんの瓶を渡して一錠あげてたんですけどね、残念ながらオランダと距離があるからね。残念。そっか。そう。いや、それでいくと、2つ方法があると思ってて、これ、本当に対人を相手にしたアクションって難しいんですよ。生ものだし、リアルタイムで扱うのが難しければ、ちょっとそっち後半で紹介しますけど、前半は、とにもかくにも、渡るさんがおっしゃった、自分で定義した11、あれをメモに書いておいて、常にそれを見ながら、ゼミナールをする。立ち返るんですよ、その実践的ですね。どこまで実現できるか分かんないけど、11の項目見ながら、なんか構造とか、新たな言葉を紡ぎ出すとか、ね、その人の価値観ってどんなものかなっていうところを、無意識にアンカリングするために、まあ、ちょっとその11の定義を手元にもう置いとくって感じですかね。これは実践しやすいですね。コンテンツに引っ張られないようにするっていうですね。そうですね。そう、もちろんコンテンツの理解はするんだけど、コンテンツを生み出してるものが何なのかなっていうね、はい、ところかな。そうか。その時に、そうですね、まあ、じゃあもし仮に、これだから自分一人でできる実践じゃないですか。目の前に人はいるけど、自分の定義に立ち返るっていう、まあ、自分の定義を安全基地にしてもらうっていうところですかね。はい。で、まあ、もし可能だったらっていうのは次のアクションで、じゃあ、そうですね、11のうち多分価値観思想体系のストラクチャーを理解するっていう、そこの体系を理解するのはちょっと難しいと思うんで、少なくとも、まあ、コンテンツを理解した上でコンテンツのストラクチャーをちょっとつかみに行くっていうことをやってみるといいのかなと思ってまして、その時にコンテンツのストラクチャー、はい、さっきの AX プラス B を理解するってことですね。関数を理解するっていうところ、アウトプットに引っ張られるんじゃなくて、はい、それを生み出している関数は何かなと。その時に一番やりやすいのは、その方が発言した背景とかを聞いていくとかって結構大事かなと思いますね。あ、そっか、それシンプルでいいですね。なぜそういうのように思われたんですかっていう質問ですよね。そうです。あと、渡るさん的なちょっとモノマネをすると、モノマネになるかね、どっちだったかね。そうか、背景か。あ、それすごい面白いですね。その考えどこからやってきたんですかとかね。どこからやってきたんですか、うわーうわーってね。飛んでますね、声がね。あ、やばいやばい、落ち着きを持たないと、グラウンディングしないと。いや、本当だ、グラウンディングせんと。その背景を知る。そうですね。あとは、まあ、直接的にその、今のは、渡るさんは Y クエスチョンで、で、私のものはどこからって Where を尋ねた。あとは、その考え、あ、今の考え方面白いですねって共感した後に、
じゃあちょっとその背景について教えていただけますかっていう、うん、背景を直接もう尋ねちゃうってことですね、うん、そうするとその考え方がどっからやってきたのかっていうのがちょっと見えてくるんで、うん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 、うんうん、これがだから FX を探しに行ってる感じですね。そうか、うん、そう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 。でもこうどうな、ちょっとこれまた一つ危険なのかなって今思ったのが、うん、背景どこからやってきたのかなっていうところにたどろうとするってことは、その人の信念の部分をツン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 ってすることじゃないですか、うんうん、これってなんですかね、まあ、信頼関係があれば成り立つのかもしれないけど、そうじゃない場合っていうのはそこまで入ってこられたら困っちゃうなっていう領域にもなるんですかね。あ、それがそうですね、価値観や信念まで触れる場合と触れない場合があって、私があえて声を高くしたのはそこに触れないようにするためなんですよ、うん、おいやつまり真面目な顔でその考えどこからやってきたんですかって尋ねると、これは結構信念体系まで触りに行ってるような感じなんですね、うん、でも渡さんのノリ、え、そんな面白い、おおほほう、そんなにどこからやってきたんですか、わーって言った時に、それを言われた人は一体誰が自分の価値観や思想体系までツンツンしに来てると思います、今のノリで思いませんよね。なので確かににこやかに尋ねていくっていうのは結構真面目な感じで大事なんですよ。真面目に大事ですね、これは。じゃあすごい、渡さん今私の方で見本見せましたんで、うん、はい、やってみてください、うん、うーわ、すっごいな、それなんだ、そんな風に思ったんですか。これだったら大丈夫か、ま、あえてちゃんとその大げさにできてるから、うん、ちゃんと本番ではできると思いますよ、うん、できると思います、できると思います、うんうんうん、いや、いいですね、いいですね。でも結構本当にまあ真面目な話、渡辺さんのその危険性は本当にそうで、信頼関係とかがないと、うん、バリューシステムとかを尋ねに行ったり触りに行くっていうのは不快感をもたらしかねないんですね。特に日本人でコーチング経験とかセラピー経験とかがない方はなんか入り込んできてるって結構警戒心持っちゃうんですね。相手がそういうコーチングとか慣れてたら全然大丈夫だと思うんですよ。うん、その経験部分もうそこまで触れてもらわないといい対話が起こらないって分かってる人はもうどんどん来てよっていう感じですか。そうだから2つパターンがあって、1つはそのコーチングを受けた経験とか、うん、こういう深い対話に慣れてるかっていう経験部分と、あとはもう発達段階として、そうなんですよ、発達段階として 4.4 以上だったらこれはもうウェルカムですね、常にオープンシステムで生きてるんで。なるほどな。逆に4に固着してたりとか、発達段階3の要素が強いと嫌悪感とか自分の価値体系触りに来てるとかって思いがちだと思います。 4.0 とあと 3からそうですね 3.6 までかな、 3.8 も入れちゃっていいかな、うん。そっか、これでも4だったとして、その見せかけとして自分が喋りたいところだけ喋るっていうことも装うことできますよね。そうそうそうですね、うんうん、あ、うん、むずいな、その解釈。まあ、なので、まあ、でもそこを解釈しようとは、うん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 、まあでも渡辺さんのジミの皆さんは結構もうね、なんかこういう対話とかにも開かれてる印象がこうあるんで。あ、そうそうそうなんですよ、うんうん、なんならこのラジオも聞いてるみたいなんで、もうバレてます、僕が何を尋ねようとしてるか。T さん、 R さんいつも見てますよ。あ、そう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 、 T さん、 R さん、そうそうそう、ね、うんうん、T さん、アニマルフロー私もやってますよ、 R さんってね。あ、いいですね、いいですね、うん、うん、T さん、なんかまとめの天才とか言ってましたよ、確かね。T さん。あ、そうそうそう。ルーティーンの T って言われてましたね。ルーティーンの T。いいっすね。聞いてくださってんだ。これ、嬉しいな。うん。あ、なので、それはなおさらありがいいじゃないですか、渡さん。ね、メンバーの方、聞いてくださってるんだったら、実験に付き合ってくれると思いますよ。あ、そっか。うん、もう、その方がいいな。うん。うんうん、すっきりすっきり。そうそうそう。なので今の発言がね、じゃあちょっとどこから来たのかを教えてもらっていいですかとか、あ、ちょっとそれ、あ、すいません、それは言い方よく、あんまよくないな今のは。いやでもいけるんじゃないか。あ、そうですね、僕がちょっと訂正していいですか。そうですね。もう先にやってもらった。そうそうそう、そうだね。うんうんうん。あ、でもまあいいか、もその考え方がね、もう少しどういった経験から来たのかとか、経験から来たのかとか、うん、そっちに持ってけば違和感ないかな、そんなに。
うん、大事ですね、うんうん、で実はちょっとあと1個奥義をお伝えすると、あの渡さんがおっしゃってた Y を尋ねるっていうトヨタのなぜなぜ誤解形式って、あの渡さんが4ぐらいだったらいいけど、あの、うん、ラスキー博士はそれおすすめしてないんですね。なぜを尋ねる、衝撃、そうなんですか、うん、あのこれももちろん、はい、渡さんだったらなぜ使ってもいいかもしれないけど、なぜ渡さん今そういうふうに思いました？なぜ渡さんそう感じたんですか？なぜ渡さん今日性格を見つめ直したんですか？なぜ昨日落ち着いたんですかって言われたらどう思います？なぜなぜなぜなんかやっぱ心がしぼみますね、少し。そうなんです、よく気づきましたね。なので、あの確かに、まあ、そのトヨタ方式でサイエンティフィックな分野とかを探求するんだったらなぜなぜなぜで言っていいんですよ、未来証言的だと、はいはいはい、でも心の領域でなぜなぜなぜってやると必ずエゴのセルフディフェンス機能が発動するんで、うん、閉じちゃうんですよ、縮こまっちゃうんですよ、うん、だからなぜは禁止なんです、うんうんうん、基本的に逃げの一手で60分間中1回だけ打ってもいいぐらい。ははなので、なぜの代わりに例えばね、例えばなんですか、渡辺さんがなぜそのように考えたんですかっていう質問があるじゃないですか、うんうん、これって別に How でもあの全然言い換えることでできちゃうんですよね。いや、確かに考えたかっていうのは、うんうん、どのようにそう考えたんですかってどのように置き換えることができちゃうんで、うん、Y を使う人なんて全くないんですよ、うん、本当だ。どのようにの方がなんかクリエイティブな要素が刺激されるような気がしました。そう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 、今さすが、うん、はなんだろう、白シビンが刺激、うん、白シビン遠隔投与してる、白シビンで押してんなと思って自分もいやという感じで今日結構今長くなってきてて、 あのなので、あ、そうか、渡さん、それをもとに最後、うん、なんかちょっとアクションプランとしてどうです、なんか最後。そうですね、うん、うん、なんか一緒にもう探求していきませんかっていう働きかけの方が、僕のスキルレベルからしてすごい、なんていうんですかね、あのもっと深いところに行けるような気がしました、あの場、うん、その場として、うんうん、このソーダゼミっていう場として、まあ、今回ソーダ、あの皆さんがそれぞれこう課題を設定しているように、僕自身も皆さんのことをもっと引き出したい、可能性を引き出したいというファシリテーション能力を上げたいと思っています、うん、そのために今回ちょっと、コンテンツの発話の内容だけじゃなくてそのストラクチャーの方にも目を向けたいので、うんうん、まあ、あの背景を知りたいので、どのようにそういうふうに思われたんですかという質問をどんどん入れていきますね、うんうん、あ、いいじゃん、でもう最初に言っちゃおうという作戦、うん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 、そうですね、それもいいですね、うんうん、そして、まあ、同時に、11の定義を見て、あ、今自分の話ってこのレベルにとどまってるなとか、あ、今行けたかなとか、次これ行こうかなとか、うん、その無意識のアンカリングっていうのをあの発生させ、あの発動させながら、うん、ちょっとやっていきたいなというふうに思いました。お、いいじゃないですか。ありがとうございます。いいですね。ちょっとこれは楽しみだな、楽しみ、うん、私も。あのスーパーバイザーとしてプレッシャー与えません。アーカイブ動画を見ますんで、渡辺さん、おお、来たって、もう想像できちゃうんですけど、渡辺さん、うんうん、きっと私は信じてます。渡辺さんであれば、うん、ね、素晴らしい R さん、うん、T さんのような方もいるし、ね、きっと渡辺さんが構造を尋ねる質問、うん、もう脳裏に浮かんでます。その成功してる姿が。おその時の渡辺さんの右上証言は、うん、ドヤ顔ですね。絶対ドヤ顔してんだろうなってちょっと思いながら、聞いてやったぜストラクチャーみたいな顔してそうだなってちょっと思って、もうペンくるくる回してますね、多分くるくる回したからね、髪の毛ちょっとかき上げながらねやってんだろうなってちょっと思って、もうね、想像できんだよね、もう楽しみで仕方ない、アーカイブ動画を見るんだ、もう面白い、うん、もうちょっとそれぐらい見どころのあるゼミナールですから、ちょっとリスナーの皆さんもぜひぜひね、ソーダゼミ渡辺さんのラジオのチャンネルからちょっと検索してもらってね、あの、うんうんうん、オープンコミュニティですからね、あ、オープンというか、あの、ね、誰でも参加してできますもんね、そうです、そうです、ね、ぜひぜひですよ、渡辺さんの元でも学んでいただければね、
リアルで直接ドヤ顔を見れる機会があるかもしれないってね。いいっすね。生ドヤ顔はゼミ。生ドヤ顔いいな、見たいな。だけです。見たいな。いや、いいっすね。うん、じゃあちょっとクロージングをしていきましょうか。放課後セッションに入る前に、はい、クロージングをしていきましょう。うん、はい。では、私の方からいいでしょうか。お願いします。今日はですね、僕が冒頭でお伝えさせていただいたファシリテーション能力を高めたいということに対して、その、まあ、専門的にこう分析を加藤先生にしていただいたという、流れがありました。で、その中でやっぱりこう言葉だけに終わらせず、アクションプランとしてしっかりそれを据えて、そして、まあ、あの小さな微調整を繰り返しながら、まあ、進んでいこうという、まあ、道筋があのこのラジオという場があったおかげでですね、見出すことができました。今日もきっとまた長くなっているんでしょうが、うん、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。加藤先生もありがとうございました。ありがとうございます。いや、私もこの冒頭の小樽さんのテーマ、いや今日これだけね、あの話ができたこと、私もやっぱりこう嬉しくて、発達測定についてもこうやって話したのって多分初めてなんじゃないかと思うんですね、このコラボラジオで。もちろん発達ラジオじゃない発達測定、細かく全部は扱えませんでしたけど、うん、大枠についてはちょっとどんなものかイメージ持ってくださったのかなと思ってて、もしここから小樽さんからまたいろんな問いがあれば、今後もね、折を見て各発達測定こんなものですよっていうのをちょっと紹介したいなというふうに思っております。そしてもう一点ですね、小樽さんが設定してくださった対話促進能力、まあ、この小樽クエストでね、うん、一番伸ばしていく能力、これは誰しもが本当にこう大事で、誰しもにとって大事で、その誰しもっていうのは当然ダルシムも入っているわけでありまして、それはですね、すいません、ちょっと渡辺さん鼻でクスクス笑うのやめてもらっていいですか。ちょっとすいません。そうですね、クロージングで折れました。これあのセイクリッドな時間なんですよ、ここだけちょっと真面目に話してください。そうですね、確か私がボケたら悪いけど、バトルンクエスト、じゃあもう一個能力、すいません、加藤のギャグに笑うのを耐えるっていうその能力、これもちょっとそうです、ね、レベル9から、うん、レベル9から12でちょっと宿題として定義しておいてください。加藤のギャグに耐える能力の9から12ね、お願いします。ここそあれです、ね、やってみましょう、うん、いや、それでいくと、いや、これは対話促進能力は、まあ、本当にこう誰しもにとっても大事で、自分もですね、私自身もあのこれは引き続き意識したいあの能力で、まあ、この能力を伸ばしていくっていうのもやっぱ終わりがこうなく、実はまあ12、カートフィッシャーのスケールって12で終わりじゃないんですよね。12からさらに先があるし、まだまだこの能力って伸ばしていけますんで、自分自身もこの能力をさまざまな領域でですね、発揮することができたかなと。つまり水平的溝に注意をしながら、いろんな領域でこの対話促進能力をこう活用できればなと。その場の一つがこの成人発達コラボラジオですし、私が毎週末ね、運営しているゼミとかでもこの能力をさらに寛容発達していければと思います。では、リスナーのお皆様、今回もお付き合いいただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。